ですね、箱根を越えてきまして、箱根の頂上はねちょっと雨が降ってたんですが、箱根を下りまして静岡県の三島市に今通過しています。まだ薄暗くて富士山もね全然見えてない状況なんですけれども、はい、現在ですね静岡県の沼津市を走ってます。これからね、高速道路乗りまして岡崎市の方までね行きたいと思います。いやー、富士山見えないですね。東名高速道路に乗りました。集合時間10時なんですけれども、なんかナビでは8時半に着きそうなんで、ちょっとサービスエリアでね朝食食べてから少し休憩していきたいと思います。岡崎総合中央公園の方に到着しました。ただいま9時12分になりますね。C の駐車場ってここでしょうかね。あれかな、多分あれですね。あそこに青いコペンが止まってますけども、どうもはじめましてはじめまして。遠くまでありがとうございます。ツーリング初参加ですけれども、今ね10分15分走ったかな。何かね不思議な感じでね楽しいですね。能力をね最大限に出すという走りではなくて、本当にのんびりまったりと走ってるだけなんですが、やっぱり同じねコペンを乗る人同士走ることで、この走りをね共有できるような感じになるのがツーリングの楽しみ方の一つなのかなとは思います。皆さんね自分がつけていないパーツをいろいろつけてるので、どの車を見てもやっぱり自分の車と違う点があって、でまたね違った考え方で作り上げている方が多いので、自分がそのパーツをつけるつけないにかかわらず非常に勉強になりますよね。この今回はGR がね参加多いですから、後ろも前も GR ということで、 GR がコーナーにね入ってく姿は前から見ることできますし、バックミラーを見るとコーナーからね立ち上がってくる GR が見れると、非常に GR 好きな方にとってはね天国のようなツーリングとなってますね。私はツーリングが初めての体験なので、経験者の方にね先頭を走ってもらって、リードしていただいていると、また隊列の一番後ろも経験者の方がつくという隊列になっているそうです。で私の後ろを走ってる方がですね GR にブロックバルブかなんかつけてるんですよね。そうするとシコーンというね抜ける音がするんですけれども、あれかっこいいですよね。じゃあチョキの人、アイコってことで、じゃあチョキの人、じゃあもうやります。最初はグー、じゃんけんポン。はい、チョキの人、チョキの人、チョキの人、パーはとりあえずアイコなので負けでお願いします。チョキの人、お一人、はい、じゃあどっちがいいですか。キーケース、はい、じゃあ2回戦いきます。